石ノの上トカゲは、八中古有林木トカゲかトカゲ族に分類されるトカゲ。2019年石垣島にて、歴史体日本固有種全長28から41センチメートル。東道長は14から17.2センチメートル。全長は30から38センチメートルで、最大全長は40センチメートルになる。日本に分布するトカゲア目の構成種では、最大種。 胴体の列になった鱗の数は24から28。背面の体鱗数は24から26列。背面は泡褐色で、体側面は暗褐色。腹面は泡灰色。腰体の体色は黒で、黄色い縦縞が7本入る。このうち最も外側の縦縞は、前肢より全部では、破線状になる。オスは、頭部がより幅広く、頭部下面が赤みを帯びる。 オスの生態は頭部が大型で、幅広く幅は約3センチメートルにもなり、顎は赤みを帯び、繁殖期にはより鮮やかになる。草原や農耕地、民家の周辺、常緑工業樹からなる、開けた虹林などに生息し、平地の開けた環境で見られる。カニなどの作った穴や、石焼きなどの根元の穴などをオスとして利用する、甲虫類や直脂類、臨脂類の幼虫などの昆虫、 ミミズ、サキシマ島マガエル、石垣トカゲやサキシ島スベトカゲなどを食べる。飼育下ではマウスを食べた例もある。捕食者として、ヘビ類、サギ類、カンムリワシ入り表山猫が挙げられる。繁殖様式は乱生。3から4月に交尾を行い、この時期になると、オス同士の争いが見られる。4から5月に産卵すると考えられ、6月にかけて土手に開いた穴や、 石や倒木、枯れ草の下などで、放乱中のメスが発見された例がある。6から7月に、卵から孵化した幼体が現れる。人為的に移入されたインドクジャ毒ニ日本イタチの猫による捕食などにより、生息数は減少している。道路建設、舗装に伴う車両による歴史によっても、生息数が減少している。ハテルマ島では1982年以降は確実な、 目撃例がなく、絶滅した可能性もある。生息数が、比較的多いと考えられていた、与那国島でも、近年になり、インドクジャクが侵入、定着し、影響が懸念されている。日本では1975年に、国の天然記念物に指定されている。2017年現在は、沖縄県レッドリストで、純絶滅危惧,危惧と判定されている。絶滅器具通類。 ありがとうございます。